はい、えー。それでは、袋文字の作り方について解説をしていきたいと思います。こちらがお手本になります。えー、この2枚目のスライド、これテキストボックスを作って、ただ文字だけ入力しましたけども、この状態だと、ね、非常に見づらいので、えー、これをこんなような、ね、袋文字の状態にしてみたいと思います。それではやってみたいと思います。 はい、まず、えー、テキストボックス、こちらを複製します、コピーしますコントロール D で、えー、複製ができますので、えー、複製したものを一旦、えー、避けておきます。もともとある方ですね、こちらあ、テキストボックス全体を選択して、これに文字の輪郭から、えー、輪郭をつけます。 今回は白色の輪郭をつけてみたいと思います。で、太さも、えー、太くしたいと思います。で、えー、太くしたらこれも最後にこう重ね合わせるだけです。はい。こんな感じで簡単にできます。ただ、もう少しね、えー、輪郭太くしたいなと思った場合は、 その他の線ですね。その他の線のところをポチッとしていただくと、えー、文字の輪郭で、えー、この幅というところですね。ここ今、えー、6ポイントになっていますので、はい、えー、こいつを10ぐらいにしてあげると、太くなります。まあ、こんな感じですね。 はい。こんな感じで、えー、袋持ちができました。で、えー、さらにですね、もっと見やすくするために、こう30、三重。三にしてもいいかもしれないですね。こんな感じでね。はい。一番下、あ黒。三つテキストボックス作りまして、はい。こんな感じで三重に重ね合わせると、えー、さらに見やすくなります。 はい、ぜひ、えー、挑戦してみてください。以上です。